よっしゃ、次の釣りは、かまど地獄。かまど地獄になっております。ここはそうだね、鬼滅の刃応援コースの一つかな。じゃあ行きましょうかね。すごい、なんかこれも豪華だな。かまど地獄でございます。ここは、すごいね。なんかさっきのあれと似てるよね。あ、ここら。かまど一丁目。あ、一丁目。すごいね。かま。僕の1丁目、2丁目、3丁目ってこれのことやね。あー、あ、なんかあれだね、ほらさっきの、ね、あ、すごいね、青い地獄。あ、ちょっと見てください。極楽1丁目とかって書いてます。極楽1丁目、まあゆっくりしましょう的なとこです。ちょっと待って、ちょっと見よう。これは極楽三丁目。温度チェックしてください。これが、はい、電車でお客様こちらで煙を使った実験を行います。煙を使った実験を行います。こちらの方へどうぞ。はい、今ここで102度の温泉湧いてます。102度でございます。じゃあ皆さんね、今の蒸気の大きさ注目お願いいたします。いきますよ。どうぞ。ぐーっと今上がっております。これですね、これが本当の蒸気の姿でございます。ここまでと全然大きさが違うと思います。ではもう一度いきましょう。風が向こう行ったんですけどね、少々お待ちください。いきますよ。どうぞ。この一条件は常に上がっているわけでございます。ありがとうございます。では皆さん、最後奥にあります6丁目赤池の方に向かいます。こちらの方に行きましょう。どうぞ。それでは皆さん、この池の温泉どうするか、私は奥の方に
理由は温泉と鉄分を含む赤い粘土質の泥と溶けてこのような赤い毛になってます。じゃあいきますよ。どうでしょう。おお、すごいね。します。これです。これが本当の蒸気の姿でございます。これライターの火で出るか。これは出ません。火は完全燃焼でよく燃えているので、先ほど言った粒子という粒を含んでるので反応しません。火なんか吹いても火で出るのかので反応しない。煙を吹かないとダメなんです。ではもう一度いきますよ。これですね。これが実際の蒸気の姿というわけでございます。皆さん取れてますか？大丈夫ですか？ではこれにて実験の方を終わらせていただきます。どうも皆様ありがとうございました。おまけにどうぞ。このように上がっていきます。ちょうどよかったね、本当ね。あでもやっぱ綺麗だね、これ。すごい、見てよこの綺麗な透明度。透明度っていうかコバルトブルーっていうんだね。はい、結構綺麗、透き通ってる感じで、うん、すごいすごい、結構深くまで見えますよね、うん、普通に温泉やったらいいよ、マジで。あでもね、これね、湯布院とか、まあ、別府でもあるんだけど、湯布院でもこういう青い温泉あるから。あるね、あるあるある。結構知ってるからね。あ、そうなの、ね、いつか行こうか。行こう。あ、忘れてたよ。忘れてましたよ。思い出したくなかった。この存在を、この存在を忘れてたよ。温泉のなんかこういろいろあるやつ。ああ、これは手とかだよね。うん。あったかいあったかい。あ、すぐなんかもう蒸れるね。いいね。次。ますます健康。飲む温泉。これも外ね、暑いよ多分マジで。結構な本当お湯だもんね。うわ暑そう。え、これ飲んでいいんだよね。飲んでいいですね。飲んでいいタイプだよね。ちょっといただきます。はい。暑かった今。ちょっと暑かった。まあでも多分これ10年若返りってこと多分書いてるんで。あ、いやでも普通にいけますよ。うん、さっきの温泉卵と合うかもしれない。あ、そんな感じですね。これは味があるというか。これあれだな、行くしかないな、うん、もう行くしかないですよ。まあでも普通に飲めますねこれ。うん、飲める飲める、飲めるは飲めます。確かに昨日これ直飲みしたら死ぬね。死にますねこれ。死ぬね。ちょっと冷やしてから。今はい、こういうまでもう塩味があったやろ。塩味でも絶対下回るや、思い出すよこれ。はい、よっしゃ。はい、かまど終了でございます。結構面白かったね。面白いです、ね、結構特色があるね、どれもこれも。はい、うん、飽きないっていうか。うん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。何？